クララ・エイドラ・カンバースは、バプテスト派の婦人宣教師、アメリカ合衆国及び、日本の教育者である。カンバースは、アメリカ合衆国バーモント州グラフトンで、バプテスト派の農業経営者、ニュートン・カンバースと母メアリの8番目の子供として、生まれた。小学校卒業後に、バーモント州市販学校に進学して1873年6月に、卒業し、 16歳で小学校教師になった。1876年、自らの教養を高めるために、バーモント州、サクストンズ・リバーに設立されたばかりの、バーモント・アカデミーに入学する。1879年、アカデミー卒業後に、マサチューセッツ州のサンプトンのスミス・カレッジに、進学する。スミス・カレッジ卒業後、26歳で、バーモント州の私学館に任命される。 一年後、母校のバーモントアカデミーに招かれて教師になり、ギリシア語、ドイツ語、修辞学、数学を教えた。教え子には、後に医学者となるフロレンス・セイビンもいた。1888年8月、父にウトンが死去する。父の遺体の傍らに立った時、神の道を伝えに外国に行けという神の囁きを感じたカンバースは、宣教師になることを決意し、 1889年5月、バーモントアカデミーに辞表を提出。アメリカ夫人バプテスト海外伝道協会に宣教志願を出す。1890年1月7日、カンバースはサンフランシスコを出発して横浜に向かう。1月25日に横浜港に到着し、ネイサン・ブラウンの妻であったシャルロッテ・ブラウンに迎えられた。カンバースは シャルロッテ・ブラウンと生活を共に送ると共に、ブラウンが初代学校長を務める英和女学校で聖書を教え始めた。同年9月には、ブラウンが英和女学校の学校長を退くこととなり、33歳で英和女学校の第二大学校長に就任。英和女学校の教師であったエイミー・コーンズに日本語や日本文化を教わりながら、 英和女学校の運営を軌道に乗せてゆく。上山淳一郎、藤本殿吉、山田千代、カンバースの集合写真1891年、山手34番に英和女学校の新校舎を建設し、英語の校名を校舎建築費用の寄付者の名にちなみ、メリーエルコルビーホーム、後にメリーエルコルビースクールとする。1892年には日本名を 英和女学校から、佐賀瀬、魔王学校に改めた。佐賀瀬魔の名称は、カンバースが掲げた、教育目標、聖書の真理を探し求めるにちなむものであり、現在も学校名、法人名にその名を残している。宣教師として、伝道活動も行い、1891年9月より、日曜学校をはじめ、本目、北方、小峠町などに学校を設けた。 1925年7月、カンバースは35年務めた佐賀生、魔学校の校長を辞任して、名誉校長となり、アナベルポーレーを公認とした。引退後は、山田千代子と共に暮らす。1929年4月には、ランジ法賞を受賞した。1935年1月23日、NHK ラジオで病状の悪化が伝えられ、翌24日、 77歳で死去する。2月6日に探せ、魔王学校で抗争が行われ、探せ魔の見えるところにという生前の意思により、三沢墓地の探せ、魔王学校が見える丘に埋葬された。墓石には、エホバは、我が牧者なり、我と母しきことあらじと刻まれている。2002年9月、カンバースの母校である、バーモントアカデミーから、聖秤賞が授与された。聖秤賞は、 バーモントアカデミー卒業者で、カンバースの教え子でもあった絵学者のフロレンス・セ備ンを記念して1986年に創設され、各分野で功績がある、または地域社会に貢献した卒業生を表彰する賞である。賞状は個人に代わって探せマ学院が受け取り、校内に掲示されている。ありがとうございます。